今週もお仕事お疲れ様でした。ザ・お父さんの秘密基地の K です。というわけでこのチャンネルが、チャンネル登録者数1万人を達成することができました。本当にいつもご視聴いただいている皆様ありがとうございます。というわけでいつもはこの中からですね、押し入れの中から手帳術とか、ボールペンなど文房具を紹介していることが多いんですけれども、改めて考えると自分自身のことをこう伝えている機会ってなかったんですよね。というわけで今回は1万人を記念しまして、いろんなお話ができればと思っております。はい、というわけで今回は大きく3つのパートになっています。1つ目は改めて私のこと、自己紹介ですね。あと視聴者の皆様から事前にいただいた Q&A 答えていきたいと思います。たくさんの質問ありがとうございました。そして2つ目はですね、このチャンネル改めて振り返ってっていうところと、そしてこのチャンネルこれからどうなっていくのかという振り返りと今後のことについてお話をしていきたいと思います。そして、最後3つ目はですね、普段応援していただいている皆様に簡単にはなりますが、プレゼント準備しております。なかなか皆様とお会いすることって多分ないかなと思うんですが、こういった形で感謝の気持ちを伝えることができればなと思っています。はい、で、募集方法は概要欄に書いております。で、この動画の中で合言葉言っていきます。その合言葉が必要になりますので、ぜひ皆様最後までしっかりと動画視聴いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、では1つ目の企画パートに行きたいと思います。改めて K って誰、自己紹介ですね。事前にいただいた質問をもとにちょっとお答えもできればと思っております。まず私はですね、37歳で、大阪に住んでいます。で、ですね、子供が2人いておりまして、前職は十数年老舗で執行役員を務めておりまして、その後転職して今はですね、とある企業で事業部長、事業責任者としてお仕事をさせていただいております。で、ここからは事前にいただいていました、質問にお答えする形でプラスアルファ自分のことをお話しできればと思うんですが、一番多かった実は質問がですね、Kよと、普段ノートとか手帳とかアナログないわゆるノート術やっているけれども、あなたはいわゆるこのタブレットですよね、 iPad とかタブレットは使わないんですかという質問がめちゃくちゃ多かったんです、コメントでも。結論から言うと私めっちゃタブレット使います。システム手帳ばりにタブレットでゴリゴリタスク管理する人なんですね。じゃあですよ、なんで今過去の動画でアナログの方に振り切っているかというとですね、例えばですね、自動販売機で100円で缶コーヒーって買えますよね。ただコーヒーってね、粉からドリップする方法もあれば、コーヒー豆をミルでこうゴリゴリっとこう潰してドリップする方法もありますよね。で、結果出来上がるのはコーヒー同じなんですが、なんて言うんでしょう、家庭を楽しんでるんですね。その家庭の中にやっぱりこの驚きとか発見とか苦労っていうのがあるんです。何が言いたいかというと、タブレットって確実にシステム手帳とかよりもめっちゃ便利なんですよ。それはもう分かってて、ただだから面白くないっていうところがあるんです。タブレットは例えばですよ、手帳とかに線とか物差しで引きますよね、シュッと。で、タブレットを使うともう物差しツールがあるので、もう一寸の狂いもなくミリでもバチバチっと合わせためっちゃ綺麗なラインができるんですよ。ただ実際に線を引くのって難しくて、それこそ物差しの種類とかペンの角度とかを考えて綺麗に引けるようになっていくのと同じで、どうすれば上手になれるのかなと、どうすれば改善できるのかなというところに知恵を絞ったりとか、あとそこにこう考えをこう見出していくことが、私はこう仕事とか人間の成長の原点だと思ってるんですね。なのでこれをアナログ思考というかはわからないんですが、この考え方を持った上でタブレットを触ってる人の方が絶対成長力が高いんですよ、間違いない。はい、
とはいえ今やはりもうタブレットとかスマホの時代です。本当に便利なんですよ。なので私のこのチャンネルでもですね、そろそろ iPad で私がどういう風なやり方をしているのかというのもですね、動画でこう更新とか投稿していければなと予定しております。来週ぐらいからですね、そういった動画を投稿していこうと思っています。なのでね、動画を見られている方はなんでノートなのかな、手帳なのかなとかね思ってたと思います。はい、デジタルめちゃくちゃ便利です。はっきり言ってアナログより便利ですよ、 iPad とかの方が。ただその過程を楽しむんです。便利すぎる機能は意外と全部使いこなすことができません。自分が欲しい機能を自分で見つけていく、そこに楽しさをぜひ持っていただければ仕事って楽しくなるんじゃないかなと思っています。いやけどやっぱり iPad めっちゃ便利ですよね。本当に便利だと思います。そして次に多かった質問が趣味特技なんですかというところです。はい、特技は、英語が話せます。海外に住んでたことがあったので日常会話とかは全然問題はなくいけますし、実際に普段私は英語を使った仕事がメインかなになるので、だいたい毎日英語を使っています。それ趣味はですね、趣味はギターを弾くことですね。過去の動画でね、ちらっとお話ししてるんですが、もともと音楽をやってて、CD もちょろっと出してるんですね。なので、もう今こそは本当に子供にうるさいって言われますけれども、家でよくギターを弾いていることが多いですね。ほんとかなり前ですけれども、一時期ギターの先生をして子供にね、ギターを教えてるような時代もありましたね。なんか懐かしいなと思いますね、話していて。で、三つ目の質問で多かったのが、なんでそんなにタスク管理ができるんだという質問ですね。でね、これはね、本当に話すとキリがないんですが、まずは自分自身が全く仕事ができなかったということ、タスク管理ができなかった。っていうのと、できるようになってきた今も満足していないから常に探求しているというか、どうすればそう管理術でもっと上がるのかっていうのを考えているから。で、このきっかけ、その管理をするようになったきっかけは、その過去ですよね。私の師匠がいるんですが、めちゃくちゃ厳しくて、叩き上げでもほぼ自分はこう成長していくんですね。で、当時の私の仕事の仕方というのは基本1秒以内にはいというんですね。できるかできないかは後で考える、新入社員なんで仕事がないから自分で取りに行かないといけない。なのでとりあえずオーダーされたこと、依頼されたことは何でもはいって言ってたんです。イラストレーターなんか使えなかったのにできるって言ってたぐらいです。今思うとめちゃくちゃなんですが、そうやってね、どんどん仕事を引き受けたが上に本当にたくさんのこうスキルを身につけることができましたが、一方でめちゃくちゃ失敗もしてます。めちゃくちゃ怒られてますね。皆さん以上に多分怒られて失敗してる自信あるぐらいです。はい、で、結果キャパシティオーバーしていくんですよね、人間って。受けすぎて、そうなった時にどうすればちゃんとそれをこなせるのかなと。引き受けた以上それをちゃんとこなせないと、もう評価につながる年齢に行くんですよね。若い時っていいんですよ、別に上司ってその失敗って大体予測ついてるので、そこをもうチャレンジしないといけない、改善しないといけないっていう自分が思った時から、ノートを使って管理をするようになったという記憶がありますね。では続きまして2つ目のパートということで、このチャンネル振り返って、そしてこれからのことなんですが、改めてですね、ちょっと私も振り返ってみたんですが、このチャンネルですね、1本目の動画を投稿したのが8ヶ月前なんです。で、その内容がもう後ろに映っている押し入れを秘密基地にしようという企画の動画で、当時私は DIY のチャンネルにしようと思ってたんですね。で、動画の中で自分の好きななんか昭和のおもちゃを紹介しようと思って、チャンネルを開設しました。8ヶ月前。ただですよ、誰も見ないんですよね。登録者はゼロだしと、再生数も2とかだったので、まあそんなもんなんだなと思って放置をします。ただその2ヶ月後に何を思ったのか、マグフラップですよね、私の一つのこの起爆剤になっていく動画、マグフラップのこう動画を上げたんです。で、その動画自体も本当こう波立たないんですよ。それがですね、今年の
1月になった段階で初めてコメントを発見したんですね。びっくりして、こういったこの便利な商品待ってましたみたいなコメントをいただいた時に、あ、なんだ、自分がこう使っている商品がこう響くことってあるんだというところにちょっと感動して、そこからね、自分が使っていた名刺ケースとか、あとはファイルとか、あとはもう次の一つきっかけになるシステム手帳ですね、この使い方とかこんなん使ってますよとか、そして、その後一つの私のこのチャンネルの、まあ、メインになっていく軸のいわゆるノート術っていうのを展開していくと、本当に1月から、2月、実際2月の、ね、中頃からこの4月にかけて本当にあれよあれよと成長していったというのが今ですね。なので私自身も本当についていけなかったっていうのが今です。必死でした、この1ヶ月は。で、ここからなんですけれども、ここから何を私していくかというとですね、当然今までと同様に手帳ノートというのとか、あとは文房具紹介していくんですが、私 K の仕事とか普段の生活を、まあ、支えてくれているノートとか手帳って1アイテムなんですね。それが全てではないんです。で、手帳とかとても大事ですが、例えばタブレットとか、それこそこの、まあ、スマートフォンとか、あとは仕事の例えばこう持ち物とか、全てが私のこう支えてくれているアイテムなんですね。構成してくれている要素なんです。手帳はその一つなんですね。なので視聴者様からもやはり要望があったような、このタブレットを使ったとかスマホを使った管理術、どういったものがあるのかというのは紹介していこうと思っています。で、デジタルもね、アナログも基本ベース同じなんですね。なのでそういったところから、例えば文房具から派生させたビジネスアイテムとか、そういったものもしっかりと皆様の何かこうきっかけに、仕事が楽しくなるきっかけになればいいなと思ってますので、そういったお話もですね、これからしていきたいと思っています。なので来週から、まあ遅くてもゴールデンウィークには、そういった新しいテーマのですね、企画であったりとか、カバンの中身といったような、動画をですね、更新していく予定ですので、ぜひお待ちいただければと思います。もちろん手帳とかノート術も引き続きやっていきますので、ご安心ください。そして、プレゼント企画のお話に行きたいと思います。今回ですね、皆様にプレゼントしたいのは、私が普段愛用している、特にアイデアをこう考える時のアイテムですね。はい、今回ですね、プレゼントとして選ばせていただいたのが、ライフノートと、ブラックウィング、そしてマルマンさんのノートパッドではなくて、このリングノートですね。この3種類をですね、2名様にプレゼントさせていただければと思っております。プレゼントの応募方法は概要欄に書いておりますので、ぜひチェックしてみてください。そして、合言葉はまだ言いませんよ。最後までご視聴いただければと思います。そして私のチャンネルアイコンが変わったのってお気づきになられましたか？実はですね、今回インターネットで誰か私のイラストを描いてくれるイラストレーターの方いないかなというところで、こうご縁があったのが宮志すずさんという方なんですね。簡単な宮志さんの経歴は、住宅の設計士をされてらっしゃったんですが、心の病でちょっと退職されました。で、その後フリーのイラストレーターとなって、今たくさんの素敵な絵を描かれています。で、イラストを始められたきっかけというのが、給食期間中に達成感をこう味わいたかったそうですね。私がですね、転職をしていったきっかけが結構似ているので、改めてこうご縁があるなと感じています。宮志さんのホームページ、私の概要欄に貼っておりますので、ぜひですね、皆さんチェックしてみてください。で、イラストとかもオーダーで書いていただけますので、ご興味がある方はオーダーしてみてはいかがでしょうか。ではここで合言葉の発表です。さらっといきますよ。合言葉はクロノトリガー。私の大好き名作ゲームですね、クロノトリガーでお願いいたします。
はい、というわけでですね、今回は1万人を記念しまして、こういった形で動画を撮らせていただきました。本当に、たくさんの方のサポートとかご協力、応援があってこのチャンネル運営できております。どこまでですねこのチャンネルが伸びていくかはまだまだわからないんですが、引き続き皆さんの仕事が、何かハッピーになるような、そんな考え方とか生き方お話ししていければと思います。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。これからはこんな角度でこんな風に商品見せながらお話ししてもいいかもしれませんね。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではリニューアルしたザ・お父さんの秘密基地ですね、また来週からよろしくお願いいたします。では良い週末を。